まあ若くして、まあ中には本当に胸が痛くなるんだけど、やっぱり中学生とか高校生ぐらいでね、自分で命絶っちゃうとかってね、いう人もね、まあ本当に今、後立たないみたいで、だからそういう人たちに向けてメッセージ、なるほどね。死んだら大変だよって。死んだら大変だよ。なんか、そっか、なんかいっぱい見てきたけど、やっぱり、なんか一番の問題があって、なんだろうな。こう、まあ、人のせいにして死ぬっていうのも、めちゃくちゃ良くないんですけど、人のせいにして。そう、誰かを恨んだりとか、誰かを妬んだりとか、こいつのせいで死んだとかっていうのが、まあ本当に良くないんだけ社ど、会を恨んだりね。そう、そう、まあそれはそれで、まあ別に、あんまり良くないけど置いといて、で、まあ一番は、こう、死んだ後どこに行ったらいいかわかんないって言って、自殺しちゃったパターンがすごい多くて、なんかそういう人たちをすごい見てきて、やっぱりなんか、小学校の時に、なんか、窓を見てた時に、こういうところにね、ビルがあったりとか、建物があった時に、なんか何回も飛び降りしてるんですよ。そう。なんかもう、ずっとそれを多分、繰り返してて、何年も何十年も。なんかその人たちとか、まあね、道路にはねられて亡くなった方とかだったら、自分が亡くなったことは分かってるのかちょっと分かんないけど、なんか分かってないのかな？そう、もうずっとはねられるのを、そう、やってたりとかっていうのをすごい見てきたりとか、やっぱり今、ね、何かのせいにしてとかじゃなくて、まず、その死んだ後、自分はどこに行ったらいいかっていうのは、すごい、絶対分かってた方がいいなと思ったのと、あとやっぱり、どうやったら上に上がれるかっていうのも、すごいそこも大事やなって思って。まあ生きるのもね、もちろん大事だけど、その、なんていうか、やっぱり自殺しちゃった方って、結局、なんていうかな、その、そういう命を粗末にしちゃった？こう、もっと他にね、この地球に降りて、いろんな経験したいっていう魂もいたんだけど、その、まあ、この地球に来るのってすごい、なんか神聖がいるみたいで、で、もちろん落とされてる人もいるんですよ。で、でもやっぱり通った人だけが来れるっていうのがこの地球で、で、それってね、生きていく中で、なんかいろんなことがあったりとか、ね、するけど、やっぱり、なんか、なんて言ったかな。なんか今世だけじゃなくて、その自殺しちゃった子って、もし次に生まれ変わった時に、また自殺したくなっちゃったりとか、逃げたくなっちゃったりとかっていう魂がすごい多く傷て、つくの、そう魂そうが。そうそうそう。本当なんか、なんだろうね。ダメージとしてはすごいでかい感じかな。両手両足なくなったぐらいのすごい、なんていうかな。言葉があるかもしれないけど、そのぐらいのダメージがすごいあった、魂には。そう。で、もちろんね、生まれ変わって、よし、やり直すぞって言って、来た魂もいるんだけど、やっぱりその子もまた自殺しちゃってっていう、それを結構繰り返しやすくなっちゃってて、そう。で、やっぱり上に上がれないっていう、まあ原因が、まあ人のせいにしたりとか、やっぱり生まれてくる前って何にも持たずに持ってきてて、こう生まれてきて、裸の状態で生まれてきてるから、そう、だから、誰かのせいにしたりとかっていうのは、こう、なんていうかな、裸の状態では上に上がれないじゃないですか。だから生まれてくる前の状態で上に上がるっていうのがすごい大事。やなかるほど。ら、そう、お金ももちろん持ってないし、そう、土地もないし、権力もないしっていう状態で生まれてきてるから、そこに対してすごい執着してたら、上には絶対上がれないっていうのがるかな。いや、苦しみ続けちそゃうっていうのがう。一つあるよね。そのそう。逃げられると思って、ついついこうパッて自殺しちゃう気持ち、すごいわかる。僕も経験あるんで、わかるし、多分もうね、そういう気持ちになったことはあると思うけど、でも、じゃあ逃げて楽になれるかって言ったら、実は その苦しみが続くだけ。ね、そこをそね、一番ね、分かってほしいね。伝えたいメッセージとして。だったら、もうね、自殺した後の方がもうさらにずーっと苦しいわけで、そうそうそう。で、
今この肉体持ってて、自殺したらほら周りの人たちがみんな悲しむでしょ、うん、家族にしろ何にしろみんな友達にしろみんな悲しむ、そういうこともいろいろ考えて、その命っていうのを大切にね、うん、自分の命を大切に思って、うん、あれって多分その嫌ものすごくもう死にたいと思った嫌なことっていうのが地球で肉体を持ってる時に、うん、じゃああと1ヶ月も続くのかって言ったら、うん、多分続かないんですよね、だいたい3日も寝てあれすれば、あれってあなんかできるよねみたいな気持ちに絶対リセットされるから、うんうんね。で、それがもう、その環境が例えば職場とかで、ものすごくもう嫌な職場で、だったらもうね、例えばその東大出て電通入って、そういうね、うん、命落としちゃされた方とかいらっしゃるけど、うん、だったら電通なんかやめちゃえばいいのよ。うん。って、ね。それも選択肢だよっていうメッセージをね、うん、伝えたい。そうですね、現実逃避なんかいくらでもしたらいいし、うん、にもう、うん、逃げまくったらいいと思うんですよ。そう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 。辛かったらしんどかったら、うん、全部やめちゃって、うん、え本当にそう。どうするの、明日仕事がなくてとか、うん、あれが迷惑かけちゃうからとか、うん、いやもうそんな置いといて、うん、逃げれるだけ逃げて、そう嫌だったら海外行ったりし、でもあの自分を殺すことだけは、うん、逃げにはならない。ならないよね。そう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 、うん、だから本当のまあ一言で言うと多分地獄が待ってるよ、うん、そうですよね。多分死んじゃいたいぐらいの気持ちの時って、うん、本当にその周りの人のこととか考えられない、うん、でも余裕がないとか、うん、僕もそうなことがあったんですけど、うん、あったな。でもそう振って、うん、あこうやって死ぬんだ人って思ったんですよ、うん、その決意して死ぬんじゃなくて、うん、なんか目の前に例えば喉乾いたから、うん、冷蔵庫からなんか飲み物取り出そうぐらいの感じで、うん、もう目の前にそこしか選択肢がないような感じがして、うん、振ってこうホームから、うん行きたくなっちゃうような気持ち、あこれかって思った時に、うんでもこれで行ったとしても、うん、あれ俺楽になるのかって言ったら多分ずっとこれ苦しみが続くだけだよなって思ったからやめれただけで、うん、なんかそれなかったらあれって言っちゃってたかもしれないし、そうだね、そうそうそう、電車のホームにもう何万回も飛び込み続けるの、ね、ありえないよね。そうそう、もう無理無理、もうね、うん、抜け出したくて、うん、やっぱりなんか苦しい状態でさ、うん、亡くなったら苦しい状態の霊たちが待ち構えてるから、ああそれがね、迎えに来て引きずり込まれちゃう。そうだね、あのつくんだよね、病んでる時って自分が精神状態おかしいっていうよりも、うん、その波動に、うんプラスアルファ掛け算で、うん、そういう来ちゃうんだよね。そうそう、シンクロだね。だから自分だけのせいじゃないし、うん、そう心が弱いのか、ね、自分だけのせいじゃないから、うん、あのそういう時は一回現実逃避するとか、うん、逃げるとか寝るとか、うん、人に相談するとか、うん、他の出口は作ってほしいかな、うん、ねえ。もう僕の場合はもういつでもどこでも寝れる人だから、ね、いや寝るのめっちゃ大事ですよ。本当に寝るの状態にすごい強いよね。そうそうそう、何でも状態になる、ね、うん、もう本当今寝ろって言われたら寝れるもん。寝るのはすごく大事だと思うんですよ。睡眠不足多いしね、うん、そういう人たち。そうね、疲れてる、体が疲れてる、うんうん、ね、やっぱりなんか吐き出すっていうのがすごい大事かなって思って、ね、頭でずっと考えてたらもう、うん、なんか葛藤もだけど、うん、本当に頭でっかちになって死にたくなるぐらいなっていくな、ね、重くなるじゃないですか、ここに。でもちゃんと相談相手がいるし、うん、ね、なんかもうそこら辺の人に相談聞いてもらってもいいと思うし、ね、そう、ね、だからそういう時でもなんか没頭できる自分の好きなことっていうのを見つけておくっていうのも手だと思うし、うん、もう大事だよね、ね、だから僕なんかもうこの今はもう動画もそうだけど、これ早くいろんな人に伝えたいわと思ったら、で動画作り始めたら朝の4時5時まで、いやすごい、もう平気で作ってるから。初めてお会いした時からめちゃくちゃ好きなのがすごい伝わってくるもん。伝えたいの、ね、本当にもういろんな人に伝えたいの。才能っていうのが米だなっていう、若い人もそうだけど、結局僕ら世代の方がね、あの見ていただける方すごく多いから、うん、その本人に伝わるメッセージってもちろんね、うん、たくさんたくさんあるんだけど、そのお孫さんとかにこういうふうに自分の言葉として伝えてくださいねって、うん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 、動画で見たからっていうんじゃなくて、うん、自分でこうだなって思ったからって伝えてくださいねって、うんうん、そう、それをね求めてるし、うん、
で、僕らは別にそこでほら、あの、なんで僕が言ったって言ってくれないんですかとか、そんなこと言わないから。自分の言葉。そうそうそう。本当にね、皆さん自分の言葉として、うん、腑に落ちたことはね、うん、大切な人に伝えていく。めっちゃそれでもね、YouTube でいっぱい情報があるじゃないですか。うん、あっち行った方がいいとか、はいはい、これこんなことが起こるから、とか、みんな心配になるんですけど。そうそうそう。もう自分で考えてって。そうそうそう。それそれそれ。そう。そうやね、だからもうね、本当にさっきのあの、腑に落ちるっていうのがすごく大事なんじゃないかな。うん。うんうん、その地震がね、来年の4月だっけ、7月だっけ、うん、にして、大津の雨が、大津の雨が来て、どうのこうのって、うんうん、それ、自分でどう思いますかって。いや、そうですね。あなたどうしたいって、自分の心で選んでほしいな。そうそう、うん、それがない状態でね、うん、振り回されてて、うん、なんか、右往左往してる、うん、人はいっぱいいる、今の時代だからこそですけど。本当だよね。本当に、死んでから大変だけど、うん、その、もう死にたいほど苦しい苦しみっていうのは、多分3日も続かない。うんうん、うん、ね。その3日後に自分が何をしてるかってイメージをしていて、うんうん、例えばその3日の間にいろんな人と会って、いろんな話もできる、うん。で、その人たちからどういうメッセージをもらえるかっていうことも考えて、うんうん、ね。会う人も大事だよね。うん、その3日の間に、ね。絶対大事。うん、ね。1年前慣れたこと覚えてないしね。うん、覚えてない。絶対覚えてない。本当に。覚えてない。うん、ね。絶対覚えてないわ。うん。だから1年後になったらもう全然違う未来が。うん。いや、本当に。本当に。ね。本当だよね。うん、俺も1年前のことはあんま覚えてないけど、1年間でどれくらい変化だったっていうのはわかるから。本当に変わりますね。早い。そうそうそう。ねえ。本当早い。ね。どんどん楽しいっていうか、僕らはきっと、まあ、純子さんとグジさんのみんなはそうなんだろうけど、うん、メッセージを伝えて、その人たちが幸せに気づいてくれたら、うんうん、それが嬉しいから。うんうん、ね。で、ありがとうって会った時でも言っていただけるのが、ものすごい宝物で、うんうん、それが一番の幸せだってのは僕らわかってるから、うん、だから自分が幸せになりたいから。ちょっと平たく聞こえるけど、でそれでいいと思うんですよ。うんうん、みんなだってね、幸せになりたいもん。うんうん、で、ゼレンがね、幸せに、毎日幸せに生きてりゃ、周りで見てて、こっちが幸せなんですよ。ね、本当に幸せの循環になるしね、はい、うん。僕は不幸せです、なんて言われたら、なんでよって。おいって突っ込みたくなる。自分を幸せにすること以外。そうね。そうだね。そうだ、本当そうだよね、うん。自分が幸せになることが使命だよね。そう、それが責任だし。そうだよね。責任だよね。それだけ。一番のね、この三次元で、うん、ね。だから、ものすごく自殺とかね、考えて苦しいって、今ね、もう死んじゃいたいと思ってる人もね、本当に3日間ね、うんうん、ちょっと考えてみてください。本当に。うん、ね。で、10年後、20年後、30年後、40年後、50年後、60年後、だいたい僕らの世代と50年後ぐらいか、うん。こんなアホなおっさんもみんな楽しくやってるよって言うようなのね。はい。これ本当に見てほしいんですよ、うん。うん。なんか行きたいとこにね、行きたいところ、行きたい時に行きたいところに行って、うん、いろんな楽しい人たちといっぱい会ってね、うん。周りに、だって同じ波動の人たちしか集まんないもんね。うん。うん、だから、もうこういうメッセージみんなで伝えようねっていうような人たちばっかり周りにね、うん、集まってくるから、めちゃくちゃ楽しい、うん。で、自分たちでできることからやればいいんだよって。うん、ね、政府がどうのこうのとか批判なんかしたって、争ったってしょうがないから、うん、自分たちができる目の前にあること、うん、楽しいことを選択して、やっていきましょうっていうね。うん。うん、人たちに囲まれて、最高に幸せです。うん、はい、ね。幸せ、うん。メロンパンで幸せ感じてそう。うん、そうだね。美味しいね。いやいや、本当に本当に。リピートしてる。そう。メロンパン。美味しい。5ヶ月ぐらい。もうちょっとリピートしてるんだけど。すごいな、ね。すごい美味しい。ね、うん。毎日感動しながら食べてる。本当。そう。うん。だから、あ、そうだよ。だから、いろんなまたイベントとかでね、お話し会とか踏んで、ぜひぜひ来てもらって、それでね、一緒にこう、同じ波動を感じてもらったら、それが一番早いんじゃないかな。ねえ。お話し会はね、うん。確かに。うん。ねえ。あ、本当にこう安心感あるって言ってくれたり、うん、素敵な人ばっかり。そうだね。またその波動で集まる人たちが、だからまたそれまた素敵な人で、うん、ね、うん、だ全然波動の違う人たちが来ないもんね。うん、ね、うん、そうですね。本当にそうや。
はい。ありがとうございます。大切なメッセージを伝えることができました。ありがとうございます。ありがとうございます。シレン君は寝てます。シレン君は爆睡でございます。幸せ。ありがとうございます。注目されてる。注目されたよ。ありがとうございます。はい。運が悪い人。うん。運が悪い人ね。運が悪い人。確かに。運が悪い人ね。うん、まあでも全部つながってるもんね、うん、撮ってるかなこれまだ。うん、いいよ、いつでもスタートして、うん、運が悪い人ね、うん、まあでも一番思い込みだよね、no. 運が自分は運が悪いって言って思い込んでる人、うん、運が悪い人は自分の思い込み、うん、やっぱりそれは大きいね。って言ってたもん。運悪いって言ってた。言ってた。いや昔。あ、そう。運悪いっていうか、なんか外れくじばっか引くって思ってて、一番当たりくじ引いた。いやそうなんです。そうなんですよね。言われるんですけど、いや人にはすごく恵まれてきてるっていう自覚あったけど、うん、でもなんか。常に自分のこと残念だってどこかしらでちっちゃい時からどっかで思っちゃって、うん、それを繰り返してたから、うん、だから自分ってなんかいつもなんか損な役回りをしてるって、うん、でも持ってたでしょ思い込んで、いや、いやって言われるんですけどなんか自分を表現できてなかったのでで、コミュニケーション能力も全然なかったし、うん、そうなんかすごく考えて言葉にしなかったり、一歩引いてしまったりとか、まあ、そのなんかむっつりみたいな感じで、そう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 、だから頭の中でむっつりだから、まあ、全然表現できてなくて、すごいネクラな感じだったし、運悪いって思ってたんで、やっぱそうなってました。実際、うん、で自分のなんか、あ、だから自分が運が悪いことを探し出すんですよ。あ、なるほど、ね、いかに運が悪いかって見つけて、ほらねって、ほらねって証明してる。病気自慢と一緒だね。そう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 、そう。っていう思い込みにとらわれてただけでしたね。それ何がきっかけで？いややっぱでも自分と向き合えたことですかね。それこそさっきお話しした、うん、あ、本当にこう、あ、こうやって死ぬんだって思っちゃったんですよ。うん、その時に、なんか自分って空っぽだなってなった時に、すごくなんかこう、うん、どうにもできない状態になって、うん、初めてのこう、うん、人に、頼れて、うん、そういうのをお話ししたときに、うん、こう人と話してて、なんか自分では自分のことをこうだと思い込んで、うん、その中でしか見てなくて、うん、でもこれも言わなかったんですよ、うん、言わないからあのもう常識でガチガチ、うん、はい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 、それに決まってるって言って固められてたんだけど、うん、自分の人生は面白くないと思ってたし、うん、なんか中身がないと思ってたし、うん、自信がないと思ってたんだけど、うん、でもお話しして相談したりとか、うん、なんか初めてそうやってこう自分のなんかアウトプットをしていったら、うん、この人から見たら、うん、そうは映ってないんだとか、うん、あれ案外自分の経験していたこと面白いとかもとか、うん、自分が思い込んでたものを疑うことができて、うん、疑えてたらだん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 外れていって、うん、あれもしかしたら自分で作ってるのかっていうことに気がついたから、うん、じゃあいかに自分が幸せか運がいいか、うん、恵まれてきてるかっていう方をやっぱ探す方にちょっと努力しました、うん、はいはい、口癖も変えたし、うん、目を向ける先も変えて、うん、で現実は自分が作っているっていう見方で見たら、うん、なんで作ってるのかって質問になるんで、うん、あ、こういうことを得たくて作ってるのか、うん、この悩みも、うん、あのここから逃げたくて悩んでるだけかとか、うん、なんかいろいろ見えるようになったから、うん、今は自分で作ってんだと思って、うん、なんか作りたい方を選択して、うん、たら当たりくじ引きました。ねえ、大当たりだよね。当たりくじってない、ね、当たりくじってない。でも本当になんか、うん、こう自分が人生変わろうって、うん、なんか全部手放そうとしたタイミングでちょうど出会ったんです、うん、そうか、そうなんです、そういう人多いよね、うん、本当にね、手放さないと入らない、ね。あ、そうそうそう、もう本当にいいなってなった時に、やって、ね、で、まあ、どうで出会ったの？恋愛話になる。全然出会ったね。あの、あ、知り合いの、なんていうか。そもそも知ってたよね、お互いに。あ、そうそうそう、そう。ももはもも。僕が講演会をするっていう講演会のチケットを、うん、買ってくれてて、うん、友達から買ってくれてて、うん、で、僕はなんか誰かがつなぎたいって聞いてたのかな、うんうん、で
その知り合いのイベントの運営メンバーみたいな感じでお会いした時に、お会いしたってね、なんかすごくなんかニヤニヤしてる若い子してるやんみたいな、ですごい気になって、面白い子だなって思って、でなんかニヤニヤヘラヘラしてたんだけど、自己紹介とか喋ってる内容聞いたらすごい芯が通ってて、めちゃめちゃギャップがあったりするの、あれなんか不思議な子だなって思って、で本を出版したくて今こうやって活動してますっていうのを聞いたときに、まあ同じとこでね、こう本を出版しようとしてたし、会社も知り合いの会社だったんで、そこからちょっといろいろお話聞いて、そう、なんでニヤニヤしてたんだっけ、なんでニヤニヤしてたか、なんかちっちゃいおじさんがいっぱいここにまとってて、なんかやっぱり、え、カズくんの、あ、そう顔に、そう、顔とかこの辺にいっぱいいてって、どんぐらいの大きさの、このくらいいっぱい張り付いてたの、そうへえ、すごいなんか印象深い人やなっていうか、やっぱりなんかちっちゃいおじさんも好みがあって、なんかやっぱり好きな人がいるんですよ、なんかこういうタイプ、なんて言ったら、ちょっと子供っぽくて、好奇心旺盛でとか、なんかこうなんなんしてたりとか、なんかそういうのがしやすい人は、結構ちっちゃいおじさんに好かれる印象があって、なんかまさにそのタイプだなと思って。ニヤニヤされた。顔中にいっぱいいたんだ。へぇー。俺のこと見てニヤニヤしてたんじゃなくて、ちっちゃいおじさん見てニヤニヤしてた。そう。僕今いないちっちゃいおじさん。あ、今はいない。今いない。そう、なんかどちらかといえば、リュウさん。あ、リュウリュウね。そうそう。なんか、ちっちゃいおじさん怖がって逃げてる。コクリはね、よく言われる。ちっちゃいおじさん逃げてると思う。遊ばれてたみたいな。鼻の穴に指突っ込んだり。そう面白いなっていうのがあったね。ねえ、でもね、本当出会うべくして出会って、今こういう形になってね、セレン割れてね、本も出版できて、本ちょっとこれもう一回前に出して、どっか真ん中に置きながら。いや、絶対セレンに、指示されたい。一個上に、光反射しよう。はいはい、OK。ねえ、セレンがキューピッド役したね。そう、結構。もうちょっと、本が隠れちゃう。これぐらいの位置。それで、OK。ああ、ちょうどいい。はい、OK です。ね。その、結婚することとか、多分、セレン側の指示、結構。ね。そう、5回ぐらい、なんかね、くっつけることをしてみた。してみたらしくて、なんか一緒になることとか、そう。上でなんかこう、導いた。そう。そうか。それ面白いね。もう、この後、カップルというか、このね、お父さんとお母さんに呼ばれるから、今ここでこう、結婚してもらわないと困るとかね。そう。ここで会ってもらわないと困るとかね。そう。いろいろやられたと思う。あ、それ面白いね。5、6回ぐらいしてたよね。へぇー。でも私が生まれる時も、実際お母さんとお父さんをくっつけたりとかしてるから、自分とやってること全く一緒だな。ああ、そっか。あ、そうか。言ってたもんね。そうやね。そう。言ってた。そうだね。ああ、そっか、生まれてくる前の子供をキューピッド役やってくれて。そう。ね。なんかね、結構いるかもしれないですよね。いっぱいんじゃない？ねえ。ね。びっくりしたね。そう。その環境じゃないと困る。そうね。ってことは、その、生まれてきて、やっぱり、その役目っていうか何かこうあるんだよね。そう、そうね。お話し会でもお話したんですけど、なんか最近、まあ、昔と比べて親を選んでる子がすごい増えたなっていう感覚があって、で、なんでやろうって思った時に、やっぱり昔は昔でもちろん、まあね、選んでる子もいたと思うんだけど、今すごい使命とか自分のやりたいこととかっていうのがすごい大事な時代になってるからこそ、親、その子にとって自分の能力を生かしてくれる親だったりとか、学びが大事な親だったりとかっていうのをちゃんと選んで、自分の生きたい人生を生きるために、そういう子を選んでる子がすごい増えてるっていう感じがしてて、昔はなんかもう、その、ね、なんていうか、家族に生まれたら、農民は農民とか、武士は武士とか、なんかそういう、もうなんか、やりたいこととか、そんな自由じゃなかったから、そう。だから、なんか、こう、親を、そう、選んでる子が少なかったというか、別に選ばなくても、そんなにね、良かったのかなっていう、そう思ったりとかして、最近はすごい、昔よりは増えたなっていうのを
イメージ的に強い感じです、うんうん、そうね。でもこれ和樹くんもあのももちゃんもセレンがね生まれてここから幼稚園とか小学校になって絶対学校行きなさいって学校行ってちゃんといい高校行っていい大学行っていいとこ就職しないとあの立派な大人になれませんみたいなね、うん、あのど昭和な考え方だったら多分セレン来てないよね絶対来てないそうだよ、ね、スルーされてる本当だよね、うん、ねえ首振ってるこれからね冬ってさ面白いね。面白いね。絶対ちょっと楽しようとして。そうそう。だってね。でもさ、あの、自分が生まれ、セレンが生まれた時にさ、こんな本が出たなんて言ったらさ、うん、一緒の宝物どこじゃないよね。確かに。ね、うん、ものすごい宝物になるよね。うん、あ中にもね。中の写真めっちゃ欲しいの。これ見せて、まあ写真ぐらいなら大丈夫か。ね。写真めちゃくちゃいいんだよ。ね、うん。うん、チラッと、ほらほら、チラッと、チラッとアップで、チラッと、チラッとアップで、ああ、ほら、めっちゃいい写真、ねえ、そうそうそう、うん、すごいね、ね、はい、僕らにとってもね、うん、一生の宝物になる、ね、ね、ね、うん、うん、ね、うん、まあ皆さんね、これはあのぜひアマゾンで予約していただいて、ね、本の宣伝をお願いします、はい、うん、地球でママになったもん、持った方がいいな。地球でママになったももっていう本を出版させてもらいます、はい、6月15日に出版させてもらうんですけど、はい、6月15日に出版で本屋さんになる、うん、そうです。その前に今アマゾンで、そうですね、予約受付中です、うん、先に予約できます、はい、まあ、本の内容としては、うん、そうね、まあ、いろんな方に読んでもらいたいんですけど、はい、特にお母さんだったりとか、うん、これからね、まあ、妊婦さんだったりとか、うん、子供が欲しい方だったりっていうのも、はい、いう方にも、まあ、ぜひおすすめ、うん、だったりします。はい、うん、まあ、内容的には、そのなんかセレンが、うん、あ、私自身がこう出産っていうのがすごい初めて、はい、で、その初めての経験を通して、うん、自分が、まあ、お腹にいた時のセレンに聞いて、はい、上の世界で何が行われてるかだったりとか、まあ、生きるっていうことに対しての、うん、そう、なんか大切さ、うん、だったり、お母さんの大切さだったりとか、まあ、臓器のことも一応書いてます。うんうん、はい。そうね。まあ、見えない世界のことも全般に書いてるし、うんうん、はい、やっぱり人って、こう、ね、お母さんの中から、うん、お母さんから生まれてきてて、うん、お母さんから生まれてくる前の世界っていうのも絶対経験してるからこそ、うん、今の地球に降り立ってるから、はい、なんかそういう世界のことも書いてるし、うん、みんなが経験したことだから、うん、そう、なんかぜひ命の大切さについてこう、うん、なんか考え直せるようなきっかけもあるかなっていうのも、うん、ね、うん、そういう内容でもあります。はい。いっぱい。これからね、出産される方もそうだし、うん、これから結婚して、出産したいなって、うん、思ってる人たちだと、うん、まあね、まあ結婚はちょっと先かもしれないけどと思ってる人たち、うん、それから自分のね、お孫さん、うん、お孫さんだから自分の娘さんがね、出産するときとかね、うん、うん、そういう方にぜひ、進めていただいて、本当に読んでいただきたいなと思う内容で、うん、多分これ本読んで知ってて、池川先生とのお話もね、たくさん出てて、そうですね、うん、そう、知っててそういう出産っていうね、女性にとって一番の大仕事ね、うん、大イベントで、うん、それを知ってて大イベントを迎えるのと、うん、知らないで大イベントを迎えるんでやっぱり大きな違いがあると思うし、うん、その出産の後も全然ね、やっぱりその大切なことが ね、うん、たくさん書かれてるんで、うんうん、ね、ぜひ、はい、皆さんに、はい、届きますよ、うん、届けますよ、はい、ね、伸びがなんと池川先生が、池川先生がちゃんといてくれてて、ね、ありがたい。側にちょっとセレス、そうね、ああ本当だ、ぜひ見て、そうね、ね、そうそうそう、ここに実はいる、裏側にセレス隠れてる、ああそうなんだ、へえー、すごいすごい、ね、ぜひ、うん、はい、ぜひぜひ、じゃあアマゾン概要欄にリンクを貼っておきますんで、
はい。あ、あと出版イベントが、うん。あ、そうそう。そう、まあ関西まだ決まってないんだけど、うん、関東で7月13日に渋谷でやります。うんうん、はい。ぜひ来てください。はい。じゃあ、詳細はあれかな、ももちゃんの公式 LINE。公式 LINE。うん、公式 LINE。インスタとかで。インスタも載せるし、公式 LINE。うん、そうですね。そこはフォローしてもらって、うんうん、はい。随時。概要欄にもね、こう、フォーム出来上がったら、うん、貼らせて。ありがとうございます。はい。限定とかある ?100 人。100人。100人限定。もう、瞬殺だね。あ、はい、そうですね。うん。はい。関西の方結構イベントあるけどね。そうですね。ね、確かに、うん。関東の方少ないんで、うんうん。はい。ね。ぜひぜひ。はい。来てください。来てください。お越しください。ありがとうございまーす。バイバーイ。うせれーん。わかってるな。わかってる。うせれーん。バイバーイ。みんなありがとう。みんなありがとう。バイバーイ。バイバーイ。あ、お話し会セレンも来るんでしょ。そう、お話しする。ああ、いやいやいや、じゃあみんな、セレンのスーパー波動を。確かに、ね、会ってあげて、うん。抱っこしてください。はい、ね。みんな抱っこしてください。波動、すごいシンクロしますよ。スターチルドレンの、スターチルドレンの波動が。ね。なんなんだよ。スタースターになるか。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。よいしょ。